はい、どうも、カレンでございます。今回はですね、僕が毎週買ってる5冊の漫画雑誌以外の部分で、今というかね、実はこの漫画誌にもめちゃくちゃ注目してるんだよというところを、今回はですね、紹介したいかなというふうに思います。存じ上げない方のために僕がね、毎週買ってる漫画雑誌というのは、ジャンプ、マガジン、ヤンジャン、ヤンマガ、スピーチという5冊を、毎週買ってるんですよね。それだけね、コミックよりもしろ、雑誌派みたいなこともあって、もちろんコミックも買ってるのは買ってるんですけど、今回は他ですね、特に5冊以外、いろんな漫画雑誌結構読んでるんですけども、その中でもね、この漫画雑誌は結構おすすめと、この漫画雑誌のコミック作品というのはめちゃくちゃ面白いんだということを今回ね、紹介したいかなと思います。まず一つ目の漫画雑誌は月刊モーニング2ですね。モーニングは結構ねポピュラーとか有名だとは思うんですけども、そのモーニング2というのは、月刊モーニングみたいな感じでね、モーニングとねほぼほぼもうこな多分ね漫画部署というかそのね、出版社は多分同じだとは思うんですけど、僕がね結構注目してる理由としては、まず、ね、そこの作品をね今買ってる作品で言うとこの4作品なんですよね。アニメタ、ゴールデンゴールド、デビルズライン、そしてね、とんがり帽子のアトリエということでね、そもそもモーニングって結構ね社会派ストーリー的な漫画とかそういった部分の作品が結構多かったなって印象があって、それは週刊モーニングっていうのは結構職業漫画も結構多かったし、その上でやっぱり理屈とか情報系が必要な漫画っていうのがそういった部分がね結構多かったなって印象あったんですけど、モーニング2目を通してみれば、アニメーターはね職業漫画やと思うんですけど、この3つに関してはもう想像上での世界でしかない作品なんですよね。ゴールデンゴールドもデビルズラインもとんがり帽子のアトリエも。だからそういう部分で考えると結構ね社会派ストーリーだけじゃなくて、いろんな面でもね、もっと視野を広げてっていろんなもう想像力のだけのストーリーっていうところもモーニング2ではそういった作品が結構出てるんじゃないかなと。この3作品は特に、ね、その代表格みたいなもんなんで、ある意味大人が読みそうなって感じが一番結構感じてて、ね、モーニングっていう雑誌自体もね、週刊モーニングの漫画も結構買ってはいるんですけど、僕自身は結構その概念に縛られることのない、むしろ月刊モーニング2の方がなんかねいろんな作品どんなあるかな注目してるんで、1冊目、1個目はですね、月刊モーニング2。僕自身はこの4作品買ってるんですけど、皆さんの方でもね、この4作品も当然なんですが、モーニング2の作品自体にも、注目していただきたいかなと思います。そして2つ目がですね、月刊シリウスですね。少年シリウスって言うんですけど、正式名称で言うと。で、少年シリウスで、現在僕が買っている作品っていうのが、先に説明しておくと、このね、転生したらスライムだった剣と小国のアルタイルと、そして最近買ったこの働く細胞ですね。この2つに関してはね、アニメ化とかもしてるし、テスラに関してはもう300万部突破とか、数字的にもね、めちゃくちゃ売れてるのは、目に見えてわかることだと思いますけど、そもそもジャンプスクエアとか、月刊マガジンとか、月刊漫画誌って、他にあんまり印象なかったとか知らなかったっていうところもあったんですけど、でもその上でやっぱりシリウスっていうのも聞いたことなかったっていうのもあったし、そんなんあったんかなっていうところから、特にこの3作品に絞られるってわけじゃないですけど、やっぱりね少年誌は少年誌でも結構ね、ジャンプとかマガジンとかってやっぱりいろんなパターンとかってね、僕自身はそういう風に感じてる部分があって、ちょっとねそういった部分毎回見てると飽きるってところもあるかもしれないですけど、この3作品とか見ると新感覚っていうのがやっぱりね、少年誌でもシリウス作品っていうのがなんかそういった作品がね結構印象に残ってるんですよね。少年誌で月刊つったら普通に考えたらね、ジャンプとか月刊マガジンとか、あとは月刊とかですかね、月刊サンデーとかあるけど、でもやっぱりねこういった部分のね少年誌、実はシリウスっていう名前もあるというのはね、今回のシリウスっていう名前自体も正直覚えていただきたいというところもあったんですけど、最近読んだ働く細胞もね正直めちゃくちゃ面白かったと思ったんでね、2作品目というか2つ目はですね、月刊少年シリウスというところでね、もちろんこの3作品も買ってほしいですし、シリウス作品もね他の作品にも注目していただきたいかなと思います。そして、3つ目がですね、月刊アフタヌーンですね。アフタヌーンはね正直ねほぼほぼ知らなかったというか、名前自体もねなんかほんと近年最近聞いたばっかっていうイメージがあったんですけど、アフタヌーンってね、普通のアフタヌーンとグッドアフタヌーンっていうね2つに分かれてるんですよね。で一応分けてね
紹介してみる、僕が買ってるのを紹介してみると、まあ、普通のアフタヌーンがこの3作品なんですよね。来世は他人がいいと、イサクと波を聞いてくれ。グッドアフタヌーンがこの空挺ドラゴンズと、まあ、最近買った久方の音と、グランブルとアジンなんですよね。まあ、だから結構もう2ともね、作品数も競ってるし、でもまあアフタヌーンってだけでくくってみたら7作品ぐらい買ってるんですよね。まあ、これ考えたらやっぱりアフタヌーン自体ももちろんどっちもなんですよね。アフタヌーンとグッドアフタヌーンって2つあるんで、それもそれで両方ともやっぱりこんだけ買うっていうのはたまたまじゃねえんじゃないかなっていう風に感じた部分もあって、本当にね独創的というか、もう全部ねグループにはまらへんような漫画ばっかりかなっていうし、個人的にもそういう風に思ったんで、まあそういった部分考えると多分ね青年誌とは思うんですけど、アフタヌーンってね、まあどっちもグッドと普通のアフタヌーンと両方ともね、まあ結構ねなんかね、有名な作品とかもちらほらあったりもしますし、作品数だけで見ても結構調べてみたらねそこそこ買ってたっていうところもあったんでね、まあアフタヌーンももしかしたらね今後、まあ作品数も結構多かったんで、その中で、買っていく可能性もめちゃくちゃありえますしね、そういった部分含めると、まあグッドもどっちもですね、グッドアフタヌーンの方も普通のアフタヌーンもどっちもね、僕自身はね今めちゃくちゃ注目したい漫画雑誌の一つだと思いますんでね、3つ目がこちらのアフタヌーンですね。どっちもですね、グッドアフタヌーンとアフタヌーン両方とも作品はもちろんですし、この僕が買った作品は特に、おすすめの7作品だと思います。そして、最後ですね、まあこれに関してはまあ漫画雑誌ってわけじゃないですけども、アプリですね、漫画連載サイトですね。まあ僕自身がねもうねダントツで一番好きな漫画連載サイトというのが漫画ワンですね。もうあれめちゃくちゃ好きですね。もう本当にね気がついたら、あ、漫画ワンの作品やったんやっていうのばっかりで、一応ですね、僕が買ってる漫画ワンの作品で言うと、一応今のところこの4作品ですね、ブッキング、銀狼、ブラッドボーン、出会って5秒でバトル、青のオーケストラというところでね、ブッキングに関しては、前作さんの動画でね、知ったということで、やっぱりあれ前作さんの動画見るとね、やっぱめちゃくちゃ買いたくなるというのはもうね、ほとんどの方のあるあるネタやというふうに思うんですけども、やっぱ漫画ワンのシステムっていうのが本当によくできてね、もうそれはどんな風にできてるのかというのはもう皆さんの方でも今すぐインストールしていただいて、こんなシステムとかめちゃくちゃ便利というかね、もう下手したら無限に読めるって可能性もあるんで、そういった部分を含めるとやっぱりな、あのシステムももちろんやし、それ以外ももうね、作品自体もやっぱりね、いろんな作品というか、いろんなジャンルに溢れた作品というのが、漫画は、まあスピリッツからでもあるんですけど、まあスピリッツも漫画は、特にワンガワンというところは、ほんまにね、すげえなーって印象があったんでね、ダントツで一番好きな漫画連載サイトはですね、漫画ワンだというふうに僕自身は思ってるんでね、もちろんこの作品もそうですが、皆さんの方でも漫画ワンを今すぐインストールして、何かね、気になった作品を1話から読んでいただきたいと思います。ということでですね、今回は、僕自身が毎週5冊漫画雑誌買ってるんですけども、それ以外も実はめちゃくちゃ注目してるんだよというところをね、今回はそういった動画で紹介させていただきました。漫画雑誌をね、読んでいただくのが一番手っ取り早いのかもしれないし、そういった部分でいろんな作品に出会うっていう場だとは思うんですけども、書店とかに行ったら何の作品だったとか、何のどこで連載しているのかっていうのも結構ね、そういった部分ももしかしたら、漫画雑誌自体も面白いっていうところを含めると、その漫画雑誌に連載している漫画も面白いのかっていう風に、まあね、それはね中身読んでいただけないと分かんないっていう部分があるんですけど、でもやっぱり初見っていうところを考えたら、まあ一応ね、買う基準としてはこの漫画雑誌に連載している作品というところも、ぜひともね今後買う方にも、そういった部分でもね注目していただきたいなと思いますしね。やっぱり一番はね、漫画雑誌自体も立ち読みならず、立ち読みだけじゃなくて、ぜひともね一冊だけでもいいから購読していただきたいかなというのが、まあ僕自身はそういった部分が一番正直ね言いたい部分の一つでもありますんでね、まあ今後はですね、もちろん5冊の漫画雑誌には注目していこうと思いますし、それ以外も実はめちゃくちゃ読んでるとか、まあ漫画雑誌にかけたテーマの動画とかも、作っていこうかなというふうに思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。